グンナーグレンは、スウェーデン出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、インサイドフォワード。ガルダ BK で、選手キャリアをスタートさせると、1941年に、イフック・ヨーテボリへ移籍。1949年に、イタリアの AC ・ミラニへ移籍。ここで、スウェーデン代表の同僚であるグンナー・ノルダール、ニルスリード・ホルムと共に、グレノリ・トリオとして活躍し、 1951年にはスクデット獲得に貢献した。その後、フィオレンティーナやジェノア CFC で7シーズンにわたってイタリアで過ごした後、晩年は故国のスウェーデンに戻り39歳までプレーを続けた。スウェーデン代表としては1940年8月29日のフィンランド戦で代表デビューを飾り、 1948年のロンドンオリンピック金メダル獲得に貢献。グレーン自身も決勝のユーゴスラビア戦での2得点を含む3得点を挙げた。ワールドカップには1958年の FIFA フフワールドカップスウェーデン大会が唯一の参加となった。この時、すでに37歳となっていたが、中心選手としてケンイン指導国の準優勝に貢献した。 その後、同年10月26日のデンマーク戦を最後に代表を引退。国際 A マッチ通算57試合出場32得点を記録した。現役引退後は指導者の道へ進み、フルスノイフックヨーテボリをはじめ、スウェーデン国内のクラブなどで監督を務めた。1991年11月10日に71歳の誕生日を迎えた10日後に死去。 71歳没。ありがとうございます。